今回は「通訳日記」「ザック・ジャパン1397日の記録」という本を紹介します。誰よりも日本の可能性を信じたザッケローニ監督の真意、キャプテン長谷部誠との絶対的な信頼関係、ザックと本田慶由の熱い対話の数々、監督と通訳を超えた深い絆、日本サッカーの教訓として、 この貴重な資料が公開されています。人間味あふれる日記です。1分2杯。誰もが失望した6月、私もその一人だった。この本を手に取るまではあくまで日記、されど日記。だが、ザック就任から退任までのストーリーが鮮明にイメージできる一冊。矢野さんのパーソナリティも文脈から信頼できるもので、実に味わい深い。通勤の電車内 昼休みほんのわずかな隙間時間を見つけては没頭したその結果二27日に購入し28八日に読み終えたこの4年が正しかったとは思わないだが間違っていたとも思えないこの本に出会えて本当に良かったと思う幸せな二日間だった録画している試合をまた見直そうと思うわかりやすく言うならば2002年トルシエジャパンの。 6月の「勝利の歌を忘れない」のテキスト版「家族についての言及も微笑ましかった」いつか息子にもこの時代の日本代表を伝えたいと思えた一冊です以上興味のある人は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします